漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。1月10日火曜日、お昼の12時になりまして、お知らせ確認雑談動画のお時間でございます。というわけで本日、祝、2023年、うさぎ年祝賀祭、第2弾の告知がやってまいりましてございます。去年の新年2つ目のイベントは確かプロレスイベントだったかと思いますが、今年はしっかり新春イベントの第2弾開催でございますな。しかし中身を見るまで全く安心できないのがロマサガ RS。新年イベント第2弾はうさぎ年っぽいイベントが開催されるのか、それとも新春イベントとは名ばかりの全く関係ないイベントなのか。第1弾でハブられたシティシーフ女ことラビットの新スタイルは実装されるのか。というわけで今回も適当に雑談を交えつつ、お知らせ内容を確認していきたいと思います。それではお知らせ確認雑談動画、行くぞー。てなわけでまずはログインボーナスのお話から。祝、2023年、うさぎ年祝賀祭、第2弾ログインボーナスということで、期間中最大3日間ログインでゴルピ300枚をプレゼント。開催期間は1月21日4時まで。今回もジュエルのことは一切書かれておりませんが、ここ最近のロマサガ運営さん、ここでジュエル配布の告知全くしてませんからね。今回もなんだかんだでしれっとジュエル配布してくれることにワンチャン期待しておりますぞ。続きましてガチャのお話。四天王襲来、超正月祭、ロマンシングフェス、頂上決戦編。ということでこちらのガチャで実装されます新スタイルは、水流、アディリス、フレイムタイラント、タイニーフェザーの4名、ピックアップ4体、すり抜け率 1% のガチャでございますな。ロマサガ1の四天王の実装はまだか?というご意見はちょこちょこ目にしておりましたが、ようやくここに来て四天王が実装でございますな。ただ、今回はロマサガ1ではなくミンサガバージョンでの実装でございます。通りでパッと見誰が誰だかわからなかったわけですわ。昨日のお知らせでタイニーフェザーに風術的性が追加されるという告知がありましたので、近々実装されるのだろうと思ってはおりましたが、今回特にもったいぶることもなくすぐにタイニーフェザーの新スタイルが実装でございましたな。個人的には今月下旬にロマサガ1の発売日記念キャンペーンがやってくるので、そこで実装されるのかな?と思ってましたが、まさかの新春イベント第2弾でございました。水流とアディリスは今回初のプレイアブルキャラとして登場。フレイムタイラントは3周年第2弾のサガ魂以来、約1年1ヶ月ぶり2体目の新スタイル。タイニーフェザーは 2.5 周年直前のサガ魂ガチャ以来、約1年8ヶ月ぶり2体目の新スタイルでございますな。で、気になる新スタイルはこんな感じ。まあなんとなくわかっておりましたが全員体術スタイルとして登場でございますな。ただ現状体術スタイルは優秀なスタイルが多いので、四天王を心待ちにしていた方以外は、よほど性能が盛られてなければ引きに行くことはないかと思いますが、果たしてその性能はいかがなもんでございましょ?またガチャが実装されましたらざっくり性能チェックをやっていきます。で、今回は久しぶりに新しく連達が追加でございまして、11日の12時より新しく連達が追加される技は周期砲のみ。現状、2周年のバルドーさんと元一面 SS の妖精さんのみが習得する自己回復スキルですな。今回新ガチャで追加されるのが全員体術スタイルということなので、4体のうちの誰かが周期砲プラスを所持して実装ということなんでしょうかね?となると、誰かはタンク役として実装される感じでございましょうか?周期砲は BP 霊、LP1 で使えて自身の状態異常を全解除できる技ではありますが、果たしてどんな感じで強化されるんでございますかね?単純に回復量アップか、ガードアップやらの追加効果が付与されるといった感じでしょうか?個人的にはあまり状態異常解除が仕事してないイメージなので、そこら辺が仕事できるようなテコ入れが入るとありがたいんですけどね。というのが第2弾で実装されるガチャのお話でございました。新年早々連続ダブルガチャということはなかったのは大変喜ばしいことでございますが、残念ながらシティシーフ女ことラビットはハブられてしまいましたな。おそらく次はメイン追加かロマサガ1発売日記念キャンペーンでしょうし、
ラビットの新スタイル追加はしばらくお預けといった感じですかね。ウサギの名前を冠しているのにウサギ年イベントで実装されないとは一体、うごごご。さて、気を取り直しましてイベントのお話。期間限定イベント、新春、四天王位の制圧戦、開催。ということで、4周年イベントでは全く開催されなかった制圧戦がここに来て登場。生放送終わりで開催されない制圧戦って結構久しぶりやないですかね。そして今回のイベントは育成上限が HP2580 目安までアップ。しばらく HP2540 で引っ張るのかと思ったらしれっと上限更新してきましたな。まあ運命の回廊党派組なガチ勢の方々は、そろそろ育成するキャラいねえよって人もいらっしゃったかと思いますので、これはありがたい育成上限更新でございますかね。で、今回の制圧戦は全プレイヤー協力型のマルチ制圧戦、エリア全制圧で5000ジュエル、交換所では狡猾シリーズ5種の錬成装備素材セットや商談の巻物を入手可能。今回でこれまで実装されてなかった狡猾シリーズの、体験、斧、棍棒、小剣、槍の錬成装備素材がついに追加ですな。そして制圧戦ではこれまでに実装された錬成装備素材が全シリーズ全武器種ドロップとのことです。育成ボーナスキャンペーンのお話。期間中、制圧戦とメイン前話で今回のガチャで実装される新スタイルは、1月24日4時までの期間中、HP4 倍、ステ3倍、技ランク2倍アップ、そしてピックアップキャラの別スタイル、ロマサガ1のキャラと詩人、体術と雷属性のスキルを持つキャラは、1月24日4時までの期間中、いつもの3倍、技ランクは10倍、となっております。続きましてローディングイラスト変更のお話。1月18日12時までの期間中、ローディングイラスト変更とのこと。ってことは次のイベント開催は18日の12時からってことでございますな。次のイベントはメインリアム編の更新なのか、それともちょっぴり早めなロマサガ1発売日記念キャンペーンなのか、これがわからない。で、コンサートホールに BGM 追加で音符メダルをプレゼント。というのが明日から始まりますキャンペーンのお話。続きまして1月13日、虹の3のお誕生日からのキャンペーンのお話。リリース1500日記念ログインボーナス開催ということで、期間中3日間ログインで1500ジュエルプレゼント。開催期間は2月2日4時まで。リリースからプレイされてる方は累計ログイン1500日のログボももらえますな。そして来週月曜日の16日からはいつもの裏道場の証と交換所の交換上限が2倍のやつ。とまあこんな感じでございますな。去年のプロレスイベントのようなとんでもない変化球ではございませんでしたが、新春イベント第2弾と言いつつ、これと言ってウサギ年っぽくないイベントでございますな。まあ第1弾が全く正月っぽくない新春ガチャでしたが、今回は四天王を屏風風にしてちょっと正月っぽくしてみましたといった感じですな。しかし制圧戦ということで今回もストーリーなしのイベントなんでしょうな。3.5 周年の制圧戦ではストーリーがあったわけですから、ちょっとしたもんでもいいんで、なんかしらストーリーが欲しいところですな。果たしてストーリーありのイベントは今後開催されるのか、それともこのままイベントの背景もわからずひたすら周回するイベントばかり実装なのか、今後も負けずにアンケートに書いていきたいと思います。まあ何にせよ、これでようやくひたすら教授のペットをボコる日々ともおさらばですな。明日からは久しぶりのマルチ制圧戦、楽しんで参りましょう。以上、本日のお知らせ確認雑談動画でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。